攻古橋指定席についてセルティックの意向が判明。セルティックのフォワード古橋亮吾に対するスタンスについて地元メディアデイリーレコードが伝えている。現時点でマンチェスターシーとの間で正式なコンタクトは行われておらず、またセルティックは古橋を引き止める意向とのこと。しかし高額なオファーが届いた場合は売却を進める可能性も高いという。なおデイリーメールなどによると、セルティックは2027年まで契約を残すエースについて移籍金2000万ポンド約38億2000万円を要求しているようだ。そりゃ引き止めますよね。なき契約解除金がないからセルティックがうんというまで移籍できんのですよ。残留してもセルティックの歴史に残る英雄だし、移籍が叶えば日本のサッカー界史上最高レベルのステップアップ、どっちでも最高のサッカー人生でしょ。え？引き止めるの？ちょっとクソすぎるやろ。遠藤に即日ゴーサイン出したシュツットガルトとは運命の差だな。セルティックそれは本当にわきまえてくれ。選手の成長を閉ざさんでくれ。これでセルティック叩いてる人はおかしい。まず古橋はセルティックと契約を結んでる中で移籍はチームと選手どっちともと交渉する。古代リーグ所属じゃないセルティックにとってはクラブとしての生存戦略は移籍金をむしり取ることが主になる。安い移籍金で簡単に選手出してレベル下がってる J とは違う。レジェンドなんだから心よく送り出してくれよ。